おひみです。口縄です。はい、今回こちらのケース紹介したいと思います。中身紹介したいと思います。で、なんか書いてあるんですけどね、よいしょ、5000タオルマルチクロスって書いて、これ5000だと思うんで、ちょっと期待をしながら紹介しましょう。はい、お願いします。マルチクロスから紹介しますね、はい、お願いします。これ前にも、前回の動画で紹介したね、中二病でも恋がしたいのリッカ、リッカちゃん、はい、のマルチクロス、ありがとうございます。これがね、リトールバスターズの、あ、これはいいな、マルチクロス、なんかタオルっぽいですね、はい、おい、K4 の、あ、これブランケットですね。K4 のブランケットです。はい。ああ、この柄ですね。はい。はい。はい、もう一個同じのがあります。はい。これも、K4。あ、これがマルチクロスかな。はい、K4 の、はい、マルチクロスです。はい。ロンドン。アイドルマスターですね。はい。はい、アイドルマスター。マルチクロス。はい。はい。あります。ケアがケアです。こんなあったっけ？ガリレイドンなの？はい、マルチクロス。はい。これかわいい。全2種で、はい。あー、こっちの絵柄か。こっちの絵柄になりますね。こっち欲しかったな。ないよね。あ、あるね。あるね。あるね。はい、面白いもあります。あります。ゲーム景品だな。全2種。これ面白いね。面白かったな。なるほど。語りたいね。語りたい。情報。一応そうだね。候補です。で、次。はい。これは、あ、いろんなマクロスのキャラが載ってる。はい。まあ、これもマルチクロス。はい。はい、次、ソニコのマルチクロスね。はい。ソニコのマルチクロス。ほら、これ、かわいいね。そうね、コードギアス、はい、はい、コードギアスのマルチクロス C2、 うん、はい、わっ、いいっすね。あ、これダブリだね。はい、ダブリ、ダブリ、はい、ダブリだよね、うん、あ、マクロスと、あ、これもじゃあマクロスフロン、これフロンティアの、はい、マルチクロスのみですね。あ、これもダブリですね。はい、はいはい、あ、ダブルですね。はい、はい、ダブルです。ダブル、はい、ダブルです。はい、はい、あれ買いすぎ、はい、買いすぎじゃないか。そうです、全部中古で買ってるもんね。買ってる。はい、お、魔王優、うん、マルチクロス、はい、これ一種類ですね。はい、魔王優のマルチクロス、はい、でかいね。でかい、210cm。 210cm でもこっち、え、これもダブリだった。あ、これは違うね。はい、これは K4 のマルチクロス。これも多分ね、別の絵柄だよね。さっき、あ、そうですね、全体で、あ、かわいいね。あー、やったぞ、これ同じね、かわいいね。はい、あ、タマコ、タマコマーケットのマルチクロスで、絵柄がこっち、どっちだ、あれ、はい、笑顔だ、あ、制服の方かな、口開けてる方だから、多分こっちだね、こっちだ、うん、あ、いいじゃん、いいですね。一応こっちの絵柄になりますね。まあ、ね、まあまあまあ、候補。で、こっからタオル類かな。エヴァンゲリオンのアスカのタオル。はい、これは5000はしないやつですね。うん、あ、2100円って書いてある。こっからだね。まあいいね。5000のタオルが。はい。うわ。はい。スズミヤハルヒのユーツ。でかい。ハルヒのバニーバージョン。ビッグタオルですか。これが、そうです、ビッグタオル、5000円するやつですね。多分アニメとかに、はいはい、するやつかな。まあ5000円くらい、ちょっとお高めのね。はい、これもハルヒの、ミクルです。はい。はい。ってことは、長門じゃないのか。長門じゃない。なんかね、昔に買った記憶あるんだよね。はい、長門あります。はい。まあ広いね、メイン広いです。揃っちゃった。え、一応半紙もう一種類あったの。
もう一回ハルヒ。なんかこれ別のバージョンか。あ、ハルヒと長戸が映ってるんですね。はい。はい。全然わかる。絵柄描いてる。はい。で、うん、完全に買ったの忘れてるね。あの花のメンマのタオル。タオル。ビッグタオル。どうする？飾る？一応ちょっと外しとくか。うん、あー、これ自身でもう忘れてる、ね、メンマがやばいな。はい、慶應のミオバスタオル。なるほど。絵柄がいいね。絵柄いいね。飾りたいね。どうするか。もうライダーだね。ライダーフェイトのね。はい、はい、ん？ズギフェイトのライダータオル、ビッグタオル。あ、これはハヤテのごとくかな。そうだね。ですね。はい、ハヤテのごとくのナギタオルです。ビッグタオル。シャッフルだね。ネリネかな。アリアですね。ネリネか、うん、はい、シャッフルのネリネビッグタオル。はい、なんでネリネを選ばれたのか、俺が推しだったのに嬉しいです。2種類あると思うけどね、これしか買ってないね。包丁、うん、包丁売ってるよ、ね、いいですね。はい、フォーチュンセリアルのエリカ。はい、ビッグタオル。はい、はい、で、あ、ラストですね。はい、ラストです。あれ、ダブダブってるね。ダブってますね。ダブってるね。はい、はい、同じビッグタオルでーす、はい、お、これ終わり。そうですね、終わりです。これもう何年前かわかんないですけど、ただもう5000、あの何オークションでとかで見た時に5000ぐらい言ってたのビッグタオルとかね。あ、じゃ元値がね5000なんだ。あ、元値が5000円、ね、はいはい、アニメーションとかで見たやつだと思うんですけど、ね、あ、元値が5000円、うん、そうな、ビッグタオル多分どっか中古で買ったりとか、はい、そう、オークションで買ったりとかだと思います。集めてた、うん、そう、集めたやつ、はい、そうですね。でこっちもマルチクロスで、まあ、綺麗にね整頓してあったんで良かったですね、うん、はい、こっちは、はい、まあ、まあ飾るというか、飾れたら、飾れたら、じゃあ飾っていきたいと思います、ね、はい、飾ったら、うん、徐々に動画上げるかもしれないです。はい、はい、ありがとうございます。では、これでいかがでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。